1.38 リットルで1040円。ガソリンちょっとずつ高くなってきましたね。まあ今円安というのもあって、毎週のようにガソリン代が値上がりしている、まあ、そんな感じですよ。ただ CRF1000L、 これは今まで161キロ走って燃費が 24.3 キロの表示なので、まあちょっとお財布に優しいかなという感じです。さあリセットをしましょう。はい、またリセットしまして走っていきたいと思います。はい、まあ、天候がね、今日また今週あれだよ、降水確率ね高いんですよね。で今もね少しポツポツとね出てくるとき若干雨がね降っておりましたので、この雨雲、これまた降りそうな気配ですね、場所によってはね。はい、まあしょうがない、まあ休みだからね、ちょっとでも晴れたら乗ろうということで、またあの雨雲の方を向かって走っていこうかなというふうに思いますよ。はい、向こうの方は元島行けばいいかな。あ、でも元島もね、島の上にちょうど雲がかかってるんで、鼻水方面行けばね、行けたかな、これ。まあいいや、あ、またちょっとポツポツとね、雨の方が落ちてきてるみたいですね。スクリーン見るとね、すぐ分かりますね。まあこれぐらいの、まあ、霧雨みたいなね、小さな霧状の降り方だったらまだ全然、地面もね濡れてませんので、まあ、大丈夫なんですけど、これ以上ひどくなると嫌だな。まあ、地面はね残念ながらこうやって場所によってはやっぱりね雨がなかなか上がらない場所もあったようで、この辺りはね少し湿っていて、少し慎重に走らないちゃいけないなと思うような、それでも、この七尾周辺というとね、まあ、町が小さいっていうことはそれだけ地形もね微妙にこう、正面に見えるようにね山が見えたり、すぐ海があったりということで、狭いエリアですけれども、天候がね、局地的にはかなり変わるんですよね。で、お話を始めた頃は地面乾いてたと思うんですけれども、ここはねこんな感じで、もう湿っております。ついさっきまで、降ってたかなというような、まあ、そんな路面状況になってますよね。雲もこんな感じですから、なんとも言えないですね、今後の天候はね。うわ、べちゃべちゃだな、この辺。はい、海に出てまいりました。まあ、ここから夜の方まで、向かいたいと思います。今日はね、今時間2時30分ぐらいなんですけど、朝はもちろん本当にお昼ぐらいまでずっとこうしとしとと、ね、雨が降ってたんですね。で、こちらもね道濡れてますけど、こうやって今もねポツポツと。はい、ありがとうございます。濡れてますけれども、まあ、いまいちこうはっきりしない天気なんですよ、今日は。まあ、
それでもね、せっかくの休みですからやっぱり乗りたいというのもありまして、とりあえず伊織でも行こうかなということで、実は明日晴れなんですね。少しずつ天候は回復する予報になっておりますので、ちょっと今のうちだけ我慢すれば回復するのかなということを、期待しながら今かけております。とりあえず伊織行くまでの間ね、コスモス畑がこの辺り、小さいですけれどもありますので、まずそこに、寄って、そして道の駅伊織でお茶休憩をしようかなというふうに思います。このアフリカツインとコスモスもなかなか合いそうな気がするな。そして海、私としてもね、なかなかないんですよね。なので、休みの日にこうやって出かけてきて立山なんかがね、見えたりすると、本当にね、ラッキーだなっていう気がしますね。いい感じで咲いてますね。ご視聴ありがとうございました。しんのりチャンネルでした。